げて、1、2、2、2拍子のリズムに乗りまして、阿波踊りは右手と右足、左手と左足なんですね。歩くのと違ってね、これを足を踏んでけばいいわけですね。ちょっとやってみましょうね。はい、せーの、1、2、1、2、右、左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 、これですね。で次は男踊り。はい、じゃあ男踊りはやっぱり手を高く上げまして膝をちょっと曲げますね。深めに曲げて、足と足の膝の間にはボールが1個入る分ぐらい開けます。それで同じです。右手と右足、左手でやってみましょう。はい、せーの、1、2、1、2、右、左、右、左、右、このまま同じです。はい、じゃあちびっこ、はい、構えてください。いいですか、板つき、板つき、はい、向こう向いて、向こう向いてください。ゆうしんくん、はい、やっと下がるよ。はい、いいですか。じゃあ右手と、ね、せーの、右、左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 ね。このように、からこのリズムに乗りまして、それで、大変な方は手だけ上げていただいても結構ですし、足踏みだけされても結構ですし、やっとさあ、やっとやっとの掛け声をかけますので、大きな声を出しながらこのリズムに乗って、こことこの周りと、このここでいいか、舞台の上、そっち行っちゃう、行っちゃいます、遠藤でもね、人もいるから、うん、ここの周りを回ってみましょうかね。時計回りの反対にね、どんどん参加してください。じゃあ鳴り物さん、お願いいたします。はい、踊り子さん、お願いします。早くやった、早いじゃん。
はい、ありがとうございました。いかがでしたかね、阿波踊りね、少し楽しんでいただけましたでしょうか。